ジャン・デュ・ジャルダンは、フランスのリュウェイ・ユー・マルメゾン出身の俳優、コメディアン、監督である。1995年に、ブルノ・のサロモーヌ、エリック・コラド、エマニュエル・ジュクラ、エリック・マソと共にコメディグループ、ヌースヌースを結成し、グループで、テレビ番組に出演するようになる。1996年に、フランスのタレントショー、グレイムズでスターで有名となり、その後テレビ。 映画界でキャリアを積んでいった。2006年、後に妻となるアレクサンドラ・ラミーとの共演で、ウィリアム・ギブソン作、二人でシーソーで演劇に、初挑戦し、公演は、DV 中継され、DVD 化もされる。同年に公開された、スパイパロディ映画、OSS117 私を愛したカフェオーレが、評判となり、10月には日本では、第19回東京国際映画祭で、 OSS117 回路スパイの創屈の台で上映され、東京桜グランプリを受賞した。翌年のセザール賞では、主演男優賞にノミネートされた。2009年にはその続編、OSS117 リオデジャネイロ応答なしが公開された。2011年の主演映画、アーティストで、カンヌ国際映画祭男優賞を呼び、 アカデミー賞主演団優勝をはじめ、様々な賞を受賞した。妻のアレクサンドラ・ラミート、デュジャルダン。ガエルという女性との間に二人の息子シモンとジュールが、いる。出世作でもある、シットコム、ウンガーズ、ユヌ・フィールで共演した女優のアレクサンドラ・ラミート2009年に、結婚し、フランスで、最も人気のカップルに選ばれたこともあったが、2013年に、 離婚した。二人の間に子供はいない。2014年からフィギュアスケート選手のナタリー・ペシャラと交際2015年7月にナタリーが妊娠していることを公表。同年12月にジョジが誕生した。ありがとうございます。